おはようございます、こんにちは、こんばんは。会社員ラッコくんです。今日はですね、青の円盤で登場したブリジュラスさんを使っていこうと思います。サムネとかでもね、わかると思いますが、今回はアメトリルアタッカーエレキブリジュラスです。早速ね、ステータスを紹介しますと、テラスタルは水、特性頑丈、性格はのんき、持ち物ゴツゴツメット、努力値は HP に124、防御に132、特攻に250振っています。さらに素早さは最速にしても、インフレしてるパルデアではちょっとね微妙なんで、トリックルームでね輝くために最遅一番遅くね厳選を行っております。まあ、性格のんきとかね、ちょっとね独特なステータスかも。技も紹介します。まずはブリジュラスの専用技、エレクトロビーム。エレクトロビームは1ターン目に特攻が上がって、2ターン目に攻撃する技。雨が降ってるとね即打ちできます。エレクトロビームの特性で、打てばね打つほど特攻が上がるのもあって、今回特攻を上げる性格にはしませんでした。その代わりにね、防御が上がるようにして、元から高い防御種族値をさらに強化。持ち物もね、物理耐久を活かせるゴツゴツメットにしてみました。技に話を戻して、ラスターカノン。これはね、普通にタイプ1鋼特殊打点ですね。次にテラバースト。これは水テラバになります。ね、氷テラスと草テラスも試したんですけど、水がいい感じかも。だから水テラスによって、抜群の地震格闘を受けつつ、地面タイプへの打点を獲得しました。地面タイプには、エレクトロビームもね刺さないんで、水テラバがいい打点になってくれる。またエレクトロビームをね即打ちするために降らせる雨によって、水テラバの威力も上がるので相性いい感じ。最後にミラーコート。これはね、相手から受けた特殊技のダメージを2倍にして返す技なんですが、低い特防種族値と特性頑丈を持つブリジュラスとね相性がいいと思ってね採用してみました。特防がやわやわでも頑丈で HP1 残して耐えられるので、もうとんでもない火力でね跳ね返すことができるでしょう。まあ、基本的な戦い方としては、雨降らせてトリックルーム張った後にブリジュラス登場。トリルで相手の先手を取りながら、雨エレクトロビームで特攻上げまくりながらもう戦っていきます。ミラーコートはね必ず後攻になる技なんで、トリルの恩恵を受けづらいです。相手がね特殊でね、自分の技が通りづらいみたいな時、もう緊急事態の時に打っていきたい技ですね。てなわけで、この新登場のブリジュラスくんと今回はカジュアルマッチを楽しんでいきたいと思います。ジャケさん対戦よろしくお願いします。ピクシーアンコールやだな。まあけどここまで確定でラストだな。ラスト海流行こっか。あいしゃっす。シャン、シャン、初手は？あり、ええー、ちょっと待って、わからん。スローする。終わったかもしれない。終わったかもしれません。なるほど。トリル打つか。トリルと、うーわ。これターン稼ぎされるな、多分。殴ってくれればいいんだけど、殴ってくれなそう。雨乞いしてトリルターン2ターン使っちゃいそうだな。あ、殴ってくれる。オッケー、ナイス。マジでナイス。それガチでナイスだわ。レインボー行くわ。で、雨かだし、エレクトロビームでしょ。ただこれテラスキルはあるな。それかまあ交代もあるし、まあエレクトロビーム打ちたいってのはバレバレだと思うんだよね。引っ込めるよね。で、誰ですか？ヒードランか。はい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 。まあけど C 上げられるからよくて、風船も潰せる。これ水テラバいっちゃうか。ありじゃない？ありじゃない？これ風船が割れる。倒せる船プラス1エレクトロビームで倒せるんじゃね、これ普通に。やべ、ヒードランの方が早いか。やべ、考慮してませんでした。すいません、やらかしました。え、ちょっとヒードラン、あれヒードランそんな遅かったっけ。え、ちょっと待って、いや、こいつ加工入っ
てるな。え、こんな遅かったっけって思ったけど、やっぱ S 下げてるでしょ。しかしトリルがあと一旦あるんで、オロラスターカノンをぶちかます。はい、さよなら。2体持ってけたからもう完璧でしょ。元に戻って、まあ、オーダイルテラスやん。で、ステロ入っちゃうんで、ワンチャン、タスキだとしても大丈夫。これ、テラス切ってさ、なんか水技だったらワンチャン耐えたりしね。これ、エレクトロビーム行くわ。いや、相手テラス切ってない。これ、水技だったらワンチャン耐えてくれたらさ、超神なんだけど。レイパン、耐えるぜ。それ、耐えるぜ。終わりだよ。ビリ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 。さあ C が3段階上がって、エレクトリックブリッジ、ありがとうございました。はい、アレンさん対戦よろしくお願いします。これクエスバトンとかあります？これで OK なんです。ありがとうございます。はい、エアームドさんよろしくお願いします。エアームドか、これさ挑発持ってるよね。だけどとりあえずステロから来るかな。そしたらステロ任せてもらっていい？よし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 。ただこれ頑丈がやられちゃうんでちょっと嫌なんだけど、ただここステロ任せてくれたのはでかいな。とりあえず吹き飛ばし押そうか。何？そなたもか。やるじゃないか。まあけど挑発されずにステルスロック負けたのはマジででかかったね。やべ、雨降らしてないのにレインボーが出てきちゃうのはちょっとまずい。いやもうこれ素で打っちゃうこれ、エレクトロビーム。これ多分ワンパンされる技ないと思うぜ。いやただどうせ吹き飛ばし連打とかいうめんどくさいことに巻き込まれるんであれば打ちたくねえな。まあ、それな、まあいっか。打ってみるか。ガンプ全然入りませんで、ただ普通に殴ってきてくれたことでこれ相手吹き飛ばし高校になるから俺先に打てるわ、エレクトロビーム。はい、さよなら。これ吹き飛ばし押してるね。頑丈で耐えるけど無理っすよ。はい、吹き飛ばし全然 OK。 さあ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 、鹿が出てくる。何これ、2番か。はいはいはい。何今の、何今の。ちょ、最後になんかご飯食べて帰ってったけど、まあいいんじゃないか。満腹気分で天国に行けたんじゃないでしょうか。ゴリランデューが来まして、お、回復できるからいいね。これさ、グラスメーカーで、あーはいはいはい、はい、グラスシードね。とりあえず吹き飛ばすか。ドラムアタッキング、まあワンパンはされんやろ。よしよしよし。 S ダウン、これグラスメーカーでさ、まあなんか頑丈回復できたらめっちゃでかいけど、まあけどその前にグラスメーカーが切れそうだよね。ソーブレイザーワンチャンタスキの可能性あるから潰せんのはでかい。回復、まあここは地震打っちゃっていいか。おっと、ここでテラス来るか。あ、草ね、ちゃんと地面技受けに来てる。剣舞、ワンチャン落とされるな。剣舞草テラバ、毒テラスしちゃっか。テラスして飛ばしちゃおう。まあ、テラバだよね。オッケーオッケーオッケー。がっつり耐えます。はい、ゴリラ。トガタイは食い込んでもらって、まあそんなあれにはならんが。吹き飛ばし連打するか。けど吹き飛ばし連打しても結局さ、グラスメーカーで回復されちゃうんだよな。タタス打っちゃうか。10万馬力耐えますよ、それは。もう一発耐えてくんねえかな。無理か、さすがに無理か。ありがとう。 OK よー、了解。したら雨展開いこうか。恵みの雨よ。はい、雨乞いビルドアップ。え、それだったらすまん、さすがにあんこするわ。あんこして
てもらっちゃってトリルしようか。引っ込める、ヘム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 、チュイーン。さあこれソウルレイズどんぐらい吸ってんだろう、まあ、とりあえず俺はミストバーストで退場すればいいので、やべ、これアンコールしたかったな。まあいいでしょう。お盆か、結構耐久振ってそうな。これちょっとな、ラスカで落ちないよな。格闘技持ってたらやばいけど、これ一旦エレクトロビーム積むか、積むしかないかもしれない。パンキューン、よしよしよし。で一回無念で、あ、全然耐えるわ、全然耐えてくれたのは嬉しいけど、あんま耐えられまくるとさ、さすがにエレクトロビームで落ちるか。いやこれエレクトロビーム行こう。2回積んじゃって影打ち耐えて、あーよしよしよし、5つ目ダメも入れられるんで、よしエレクトロビームで、よしよし、2回上げられる。あ、ちょっと待って、グラススライダーやばいか、グラスラやばくないかこれ。傘採用しないってことある、ステロが意味わかんないぐらい刺され、意味わかんないぐらい刺され、ステロ、グラスメーカーで、あと一旦あるでしょう。これ魂のラスターカノンかますしかないよね。このプラスにラスターカノンでちょっとやっちゃってくれよ。あ、ありがとうございましたでもこれ最後のトリルアタッカー、最後の取り出としてこの橋が立ちはだかる。危な、これ危なかった、やっぱテラス切ってよかった。オッケーオッケーオッケー、フレアドライブ、ちょ耐えて耐えて耐えて、強い、偉すぎる、それは偉すぎる、この俺の絶妙な調整により。はい、さようなら。メガネなんですか、ちょわかんねえけど、ワイドフォーシング、まあこれを頑丈までいかなかった。はい、さよなら。はい、さいなら。これがマジで楽しいから。はい、ミラコ。大地の力。これをね、頑丈でしっかりと耐えて、ミラーコートで跳ね返していく。はい、さよなら。